つもとメイク違う感じ。そう、今日濃いんです。アイ、なんだっけ、マスカラが黒いんですよ。だから濃いんですよ。よくわかったな、すごい。目力アップ。さやしりほさんとお話してきました。そして昔その連絡先持ってたんですけど、そのさやしりほさんがあの携帯を変えたのかな、そう、それで消えちゃって。そうだからあのワンちゃんに聞いてくれたらって言っていただけて、あんちゃんに聞いて連絡先を交換しました。あんちゃん様様、いや嬉しかったです。生で歌も聴けて嬉しかったです。素敵な日でございました。しかも今日なんか私の名前が書いてあるなんかうちわとか、なんていうんですか、名前のボードっていうか、なんて言ったらスケブじゃないけど名前だけのやつあるやん、女の子がよく持ってる。そうとかがいっぱいあって、そう私ね結構ねこっち側下手側だったんですけど、今日ずっとそっちでもね、うん、もう手前で読め手前で4名いたので嬉しかった。ありがとう。プラカード、女の子多かった。まあそれは全体的にってこと。うわ、私の金髪時代が出てきた。このね頃ねめちゃめちゃ前髪重いんです。そうウィッグめちゃめちゃに重い前髪。こんぐらいに戻りたい。このズボンどこ行ったんやろ。足痩せてるかも今より。やだ痩せなきゃ。変わったにゃ。リアルマルコ、マルちゃんは髪前髪ギザギザだし。これノーマルカメラ。ちょっと暗いね。
くぬぎありさちゃんに憧れてて、多分めっちゃ前髪重かったんだと思う。チップがいる。え？おきちゃんとの2018年のツーショット。すげえ。マイキュー。あら。マイキュー。ピオナさん、あら、あら、まあ、ほら前髪重い、ほら重くしたくなってきた。あんまり前髪映してるところがないんですよ、ディスタンス抜きの時。いい写真やん、とても。ね、トロメトカカ、トロメトカ。前髪厚くしたくなってきた。もっとめっちゃまっすぐですな。ほら、たら、どうやって作ってるんだろうこの前髪。私ほらめっちゃ重たい。私これめっちゃ色とね、ある写真を探して。パリ怖い、パリ怖い怖い。私写真を探してるんですよ。ない。前髪熱っ。あ、私がドラムの、初めてのドラム。初めてっていうか、今までの人生で一回しかしてないドラム。ドゥンドゥンチッドゥ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 チッ。違うんよ、もっと探さんといけものがあるんだって。すんご、前髪重っ。ねえ、ないじゃん。なかった。初めてでめっちゃセンスある。本当に？こんばんは。初めてでこれはすごい。本当？いつの間にドラムしてたの？いや、ドラムしたかったんですよ、ずっと。ずっとしたくて、なんか体験だけ行ってみたの。写真何枚入ってるのかな。写真はね、58,655言うて。ねえ、ドゥンドゥンチッドゥグドゥグドゥッチ。こ
これはでも STU に加入してずっと持ってた携帯なので思い出がいっぱい詰まってるの。多分大体この携帯見れば入っとるんやが入ってなかった。昔って顔、初めてのルートさんとのツーショット出てきた。昔顔をさな、結構もう充電切れの速さとかすごそう。確かに前のツーショットも入れてみたい。本当？何探してるの？なんかお仕事でね。つかえ、この服どこ行ったんじゃろう。めっちゃ好きやったのに。お仕事で使うみたいなのあったんですけど、でも持ってないから無理や。持ってたらって言われたんですよ。でもその時に写真を撮ってなかったんや。そのなんかエピソード聞かれて、その写真をくださいって言われて、で持ってなかったら大丈夫ですって。写真撮ってなかったら、で写真撮ってなかったから私。ドラムはしないけど、そう斉藤飛鳥さん、そうです。え、この頃の前髪めっちゃいい。これこの自分好き。ブンブンツブブブブブンツ。でもないからしょうがない。なかったらいい。美容室が今と違う。うん、それって見つからないと大きなチャンスを失うけ。うん、ボイパできますか。ブンブンツブクトゥクトゥンツ。ハイハットって何か知ってる？足。ボンボン。うん、TikTok 見てきました。ありがとう。ハイハットここ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 分かりません。ハイハットのここ聞いたことはある、名前はね。でも私はドラマーじゃないのでごめんなさい。うんふふふふふ。昨日寝る前にミチに会いたいなって自然に思ってた。それは恋ですね。その現象は恋です。うん、今日はギターを1時間ぐらい練習してました。 My sweet honey。 ピアノ弾いてそう。ちっちゃい時は弾いてた。ピアノ弾きたいんですよね、めちゃめちゃ。ホームとロック画面をみちゅに一新したので、これからまた恋が加速しそう。恥ずかしい。24日の僕恋、みちのボード作って持ってきます。嬉しい。みちゅ恋
私は今恋をしてまして、日に日にまあ、こんなこと言ったらね、恋してくださってる皆さんがちょっとあれなのかもしれないけど、でも全然私はね、私はもう脈がないので安心して聞いてください。日に日にもう兵頭葵ちゃんがもう魅力的に見えてくるんですけど、今日葵ちゃんに明日も明後日もし明後日も会えるねって言ったんです。そしたらって言われたんです。それで終わりなの。玉砕。もう悲しかった。めっちゃ悲しすぎた。で終わったんですよ。もうそんな悲しいことある。で今日の別れ際に、今日も明日も明後日も会えることについてどう思いますかって言ったら、いいねって言っちゃった。なんやねん。コッコいなくなったら葵ちゃんか。違う。ここだじゃん、別。そう、砕けた、流された。明日も明後日も会えるね。会えないじゃん。この話を聞いて少し前に配信見た時、彼女感あるねってコメントに喜んでた葵ちゃん、かわいい。くちゃんとのフリートがキュンキュンだった。あれキュンキュンしました。見てください皆さん、福ちゃんのフリートに私が乗ってるので。危なかった。もうアオイちゃんの魅力に気づいてしまったか。いや気づいてたよ。でも実はアオイちゃんが先にミチのこと好きそう。え、そうですよね。え、違うよ。アオイちゃんとね、アオイちゃんってなんかよくね軽く誘うんですよ。なんかあーピザ食べたい、ピザパーティーしたいみたいなつぶやいたら、私がつぶやいたっていうかなんか言ってたら、え、しようやって言うんですよ。めっちゃ、でもね、みんなに言うんです、それはね。そうそう、ほいで、そうそう、なんかね、そうそうそう、そうなんです。みちは好き酒とかしないんだね。好き避けって、好きすぎて避けるってこと？好きすぎて避ける。でも、自分の状態によりますね。そういう時もある。アリちゃんがミチはみんなに寄ってきてほしいみたいって言ってた。アリちゃん、どういうことそれ。私がみんなに寄ってきて馬の中心になりたいみたいってこと？葵ちゃんが鼻で笑う時のモノマネ。みんなに言っていいじゃん。え？もきぽ、多分ミチさんは私のこと好きだと思う。いや絶対。いや好きだけど。アオイちゃん無自覚なあざとい女子。表に出さないけどめちゃめちゃのこと好き。本当？もっともっと。
アリちゃんひどい。アリちゃん、アリちゃんチキショー。今日見に行きました。あ、ありがとう。じゃあ見つけてくれてありがとう。嬉しい。最初にほさんと連絡先を交換しました。好き酒は好きな人にそっけなくなっちゃうとか恥ずかしくて。あー、恥ずかしくて、まあ、そういう日もある。こっち向いてくれそうで向いてくれない感じがあざた。みちはみんなから話しかけてもらいたがってるみたい。ありちゃん。いや、そんなことないって言ってもおかしいけどさ。なんかもうアリちゃんに言われたらそうなのかもしれないって思っちゃうね。これから買い物行くときは一緒に行こうやって言ったんですよ、葵ちゃん。私が買い物に行くときに誘うメンバー候補に名乗り出たんですよ、葵ちゃん。なのにそんなあしらわ。アリちゃん押すわね。アリちゃんいいよね。みんないいんですけどね。アオイちゃんにごちこえ。そうだよ、インスタのストーリー、アオイちゃんめっちゃコメントしてるから、私アオイちゃんに。どっちから一緒に行こうやってたの。え、それもなんかもともと青いひまわりで岡山観光行こうってなって、結局ね、当日くうかちゃんがその YouTube をなんか出さないといけなくなって来れなくなって4人になったんですけど、そう4人で行ったんですけど、でなんかアウトレット行って、倉敷ので、その靴屋さんでかっこいい靴見つけて、え、これレッスンシューズにしようかなみたいな言ってたら、葵ちゃんもうなんかいいねみたいなって、じゃあ一緒に買おうって言って買って、お揃いの靴でレッスンしてたんですよ。もう何年前だろう、何年か前なんですけど、でそれがボロボロになってきたから、あー、レッスンシューズ買いたい、もうボロボロだったねみたいな話をしてたら、買いに行こうって言ったんですよ、葵ちゃんが。そうほいで、その買いに行った時にそれを言ったの、葵ちゃんが。だから私は口説かれてると思ったんですけどね。こう綱引きされた。みちが誘導して。違うよ、違う、だってね、だってさ、いきなりさ、お揃いってさちょっと難しくてさ、自分だけ変えるとさ、なんか、あ、変えてるって思われたらさ、あれじゃないですか、申し訳ないというかさ、でなんか一緒にしてたのに変わっちゃったらみたいなところあるじゃん。じゃけんレッスンシューズを変えたいっていう気持ちは伝えなきゃと思って、そう、また一緒にするっていう提案をしたのは葵ちゃん。もてあそばれてるよ。それ知らんけど、知らんけど、言わせるように誘導するずるい女。あ、私が。兵藤さんの靴もボロボロなの。うん、うん、っていうか、そうそうそう、なんかね、ラメラメの靴で、 そのラメがね、踊るとさ、こうなってさ、ここら辺、靴のここら辺がくにゃってなってさ、そこら辺がボロボロだったんで、
こんばんは。そうそう、好きなシューズのメーカー、でもポンプ好きです。ポンプ色違い持ってる。なんかグレーと黒持っててベージュも欲しい。ポンプめっちゃ好きなんですよね。靴から何人までも綺麗かと思ってました。いや、状態なんて言ったらいいの、踊るからそうなるだけで、そうそうですよ、踊るからそうなっちゃうの。この次元努力の証拠ってことですよ。ポンプ高くない？高いよね。 LINE はどっちから送ることが多い？私、ベージュのパジャマは何か持ってる。ベージュのパジャマ持ってるかな、持ってないかな。シューズは何色がおすすめですか？黒が好きだけど、使いやすいっていうか合わせやすいですよね。スニーカーとブーツどっちが好き？男の子の服装で。ブーツの想像があんまりできん。わかりません。どっちでもその人に合ってればいいと。別になんかあのね、あれがないんよ、好みみたいな、タイプみたいな。その人に合ってればいいと。未知の消極的な積極さ相反してるじゃん。ありがとう。消極的な積極さ、消極的な積極さって何？葵ちゃんの気持ちが痛いほどわかるけど、最近空葉ちゃんの愛情の深さもわかる。本当？葵ちゃんって ST の隠れモテ男なの？いや違うよ、葵ちゃんの中身も好きなんですけど、私はダンスが好きで、葵ちゃんが踊ってるところを見るたびに愛が増していくんですよね。消極的な積極さって深いよね。なんかいい、すごい歌で歌いたいと思った。葵ちゃんはダンスを絶対に合います。わかる、自分もやりたいダンスを。でもね、コッコはなんかその私が女性側って感じがしたんですけど、葵ちゃんは私が男性側って感じがする。未知の写真集のタイトルが決まった。消極的な積極さ、ええやん。消極的な積極さいいね。遊びとかに誘うのに攻めきれない感じがキュン。どっちか極楽姿見たいかも。私、向こうがリードしてるのに未知が男性が、リードされてるの？そうそうそう、コッコには、コッコは甘えられる人、甘えれる人、心を許してる人って感じだったけど、葵ちゃんはただただ可愛い。ミスおめでとう。ありがとうございます。皆さんのおかげで乗ることができます。楽しみ、痩せなきゃ。葵ちゃんも甘えてくるん？全然、ほんまに全然。他のメンバーとイチャイチャしてると気持ち焼いたりするのそこまでではないです
みちが男だったらどんな髪型にするんすか。マッシュ。基本的に追いかけたい人よね。いや、そうなのかな、そうなのかな。そう、なんかわかんない、自分がわかんない、自分で甘えたい派、甘えられたい派。どっちやろ。何も分かってない。兵藤さんの耳コピすごいと思った。みちもできる。あたいはできませんわ。絶対焼かないでしょ。みちはツンデレな人が好きなんだね。そうなのかな、そうかも。転がされたいのかもしれない。葵ちゃんの可愛いと思えるところ3個教えてください。全部。星集めに回ったルームの人におめでとうって言われた。ありがたい。うちは猫タイプ。猫？気まぐれってこと？甘え上手な気がする、感じする。ほんまですか？どうでしょう。甘えたい派だけど強がりそうね。えめちゃめちゃ分析するやん、私のこと。じゃあツンデレになる。やだ、甘えてくる男の子とか好きじゃなさそう。めちゃめちゃ分析されてる。そうかもしれないわ。そうですよね、耳コピできるようになりたい。みちの人たらし具合好き。人たらしじゃないんですよ、本当に真摯に向き合ってるんだけどね。ツンデレって言われたことある、勝った。アリちゃんの分析には勝てません。確かにアリちゃんには頭が上がりません。ねえ、わかりませんな。ちがチリさんと仲良くしてるとき、ふくちゃんが嫉妬してるの面白くて好き。プクプク。友達にはツンデレって言われるんですが、みちの前だとただのデレデレになってしまう。でもそれも嬉しくないですか、自分の前だけ違う人みたいな。振り向かせることが好きで、振り向いた後は無じゃないか。なんでそんな分析してるんですか。いや、私は皆さんのこと振り向かせてからさ、その後無ですか。釣った魚に餌をやらんってことやろ。今度のお話し会からツンデレになるか。むずい、扱い難しいからやめて。一に甘えられる世界線。みちは鼻ピしてる男子が似合いそう。ほんまに？どうでしょう。みちからの圧を受けたら仲良くなったと認識してもいいですか。うん、アリちゃんスカウト。二の腕目に戻ってきた。本当ですか。二の腕太ったんですよ、なんか今日思った。その話はまひちゃんとしてた。みちさん物事はっきり言えないから、みんなとそれなりにうまく続きそう。うん、いや、はっきり言うときは言いますよ。振り向いたこといつバレたの。うん、早く妹生みたい。私がキレてましたよね。大変。
握手会で自分のファンが隣の列に行ってるの見つけたらどうするタイプ？ってやるタイプ。一番甘えやすいメンバー、一番甘えやすいメンバー、コッコだったけど今は誰だろう。いやでも仲いい人にしかできないからね。まあ仲みんな仲いいんですけど、なんて言ったらいいんだろうね。別にみちに恋なんかしてないもん。君の瞳に恋なんて。そうや。怖い。ポー。性格良さそう。みちって実際にも性格いい。いや私以上に性格がいい人に出会ったことがないぐらい私は性格がいいです。嘘です、嘘でございます。ハッテセンターでバント？なるほど。嘘です。だって聞かれたらそう答えた方が得じゃん。ね、多分性格いい人自分で言わないよ多分。いやでもこのまんまです、このまんま。ね、今日の道結構おもろい。ほんと？みちは人柄がいいよね。そこが好き。やば。好きって言われた。好きって言われちゃった。みちってツイッターの DM で会いに来てよって言いそう。実話じゃないですか。ん？ツイッターの DM だったっけ？私がおきちゃんに言ったやつや。みちのはっきり言うとこ好きです。そういうのが性格はいい気が。本当？いつもおもろいから好きです。面白い？イエーイ。好き嫌いはっきりしてる感じですか？してるのかも、わかんない。野村さんってフリートうまそうですけど。フリート？何ソングしかあげてないけど。差し入れ持ってこさせて。違う違う、あれは違う。おきちゃんが差し入れ持ってきてくれたの、私にサプライズで。さやしさんと撮っててびっくりね。しかもさやしさんと私を好きでいてくださってる方って結構いらっしゃるので、皆さんに楽しんでもらえるというか喜んでもらえるかなと思って。そう、ほぼ一緒だったんですけど3枚写真載せた。お部屋の雰囲気落ち着いたね。でしょ、今めっちゃ綺麗なの。なんかね、お部屋が綺麗だとテキパキ動けるんですよね私。野村さんツイッター上手だから好きです。本当上手ですか？イエーイ。いつも寝落ちしてるよ。最近してないし。嬉しかったです。とても喜びました。よかった。ツーショットめっちゃ嬉しかったね。ってくれてたから。ツイッター芸人多くて好き。ほんま？初動配信はいつ頃になりそう？ごめんなさい。もうちょっとお待ちください。でもね、皆さん、なんかね、100位の方じゃなくても、このタワーを投げてくださった皆さんも、私の親が、あのね、メモしてくれてたんですけど、でも書き損じっていうの、抜けてしまっ
った方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっとあれなんですけど、そう、でもまずこれで先にお礼をした方がいいかな。でもそういう、その時はちゃんと読み上げお礼配信をしますって言ってから配信をしたいのでね。そうそう、あと最後の配信はかけてないと思います。でもそのあのね、タワー投げても100位入らないこともあるの。そうなんですよ、あの普段星投げとかをされてなくてタワー1本とかだったら3万ポイントになるから、あのね、もうずっとあの星投げ頑張ってくださってた方がいらっしゃった、いてくださったので、そう、タワー投げてても入らないこともあるんです。そうなの、ありがたいことに。そうそう、最終結果見たら結構福ちゃんと差ついてたね。ね、すごいよね、福ちゃんのところ。星だけだと7万台。すごーい。すごい。星ってすごいね。まあ、さすがスター。うん。情報がいっぱいある。8万、7万、6万。今日がありがとう。初めてのイベント結構楽しかった、嬉しい、ありがとう。そうそうそう、いやー楽しかった、道ファンもすごすぎた、本当に皆さんありがとうございます、本当にすごかった。また初動配信が、でもツアー山口が終わってちょっと一段落してから、多分100枚書くのって結構時間かかると思うので、そうそう、なのでちょっとツアーが終わって落ち着いてから、6時から12時ぐらいの6時間配信とか書いとけば、書いとくでいいの？そうそうそう、なのでもうまだちょっと時間、何度かに分けた方がいいのかな、いや分からん、いや100枚ってすぐか、ランキング残るのってイベ後1ヶ月でも、写真撮っとけばいい、1回15人。いやでもね、そう、そ、あのね、用意するのもね、用意したらもう全てやりたいんですよねそう、15枚に分けたとしたら何回も配信することになるから、15、30、45、60、75、90、7回その新聞広げてみたいなのがちょっと大変なんですよね。まあいいんですけど、そっちの方が皆さんが見やすいなら全然しますけど、
一度にそんなに時間取れる日があるんかな。ありますよ、オフは全然あります。そいつあるんかちょっとまだ分からんけど、婚約できないの残念だけど、未知の組セットリストガチで好きだから、またいつか見たい。本当？なんでだろう。確かに。いやでも100枚書いてみたいっていう気持ちもあるんですよね、その1日で。ギター練習するのに ST の曲なら何からしたらやりやすいかな。なんじゃろ。私がエレキ弾くときにやりやすいのはソロ、なんか夢力からかな。いやでもサビはペダルの方がいいのか。組み方うまいって話つい最近知り合いとしてた。ほんま？そんな自信はなかったけど、あれ？かっこいいブロックみたいな分けるからってことですか？最初に未成の代わり種入れの盛り上がりで終わるみたいな踊りやすい曲 STU 大好きな人。ギター何弾けるの？ STU 曲はペダル、夢力、各駅、手のカラオケ配信の影響で Be My Baby と愛を知るぐらいだよ。唇に泣ける曲は、泣ける曲は誰かと言いたい。サングラステイズは難しい。何が？振り？うん、難しい。4周年とかでも組み方うまとなった。うま？じゃあ皆さんこれからのツアーは楽しみにしててね。今村福田がちゃちゃ入れるから。各駅停車は難しい。 SD 曲以外にもレパートリーあるのかな。ちょっとだけどね。 Give me five とか空耳ロックとか大好きな人泣ける。確かに大好きな人泣ける。大好きな人が泣けるやん。ふんいいやん。みちさんの配信好きです、いつもありがとう。嬉しい、ありがとう。大好きな人っていい曲。こんばんは。メンバー誰か歌ってないかな、ツアーの曲。私めっちゃ気をつけて歌わないようにしてるんですけど、びっくりしてほしいな、みんなに。もうびっくりはしないかもしれないんですけど、喜んでほしい。最近お酒飲んでるの？飲んでないですね。あんまり飲まない。ありがとう。ショールーム配信頑張ったでしょ。ありがとうございます。こんばんは。あーでもさ、あと3日後ですよ、ツアー。どうする？皆さん
しみ。本当に最高、歌って踊れるなんて。歌って踊れるなんて、いけない身としては泣いてる。サンプラザ、サンプラザ広島の夜。でもあれ打ち上げ会だから、なんかそんなにパフォーマンスないみたいな聞いたんですけど、わかりませんけど。よくわかりません。ツアー行けないから仕事頑張れない。私が離れた場所で頑張ってるって思って頑張ってください。私も今大変だけど、でもこの世界の中であの子は今頑張ってるんだ。自分がこんなに落ち込んでたらいけない、自分も頑張らなきゃって。それは頑張れる。早い早。そうそう、パワー分けて。そこまで尊くない。僕は仕事頑張るからライブは任せた。OK、 盛り上げていくね。せどりも楽しみ。せどり微妙でも喜んでください。グフフフフ。まあ微妙なんて言わせないせどりを作った気持ちではあるけど、ユニットが、私ユニットブロックめっちゃ好きなんよね。ユニットブロックめっちゃ好きなの。なんかいいってなった。あ、楽しみ、本当に楽しみ。私は音楽に携わって生きれたらもうそれでいいや。でも本当に昼夜見てほしい、曲違うから。あっちも行けばよかったってなる可能性が大の時もある、時もあるというか、あれ、すいません、昼だけです。見て見てほしいならば四国にも来てよ、行くよ香川。本気のアイドル見せてもらおうか。見ててよ、見ててよ。うん、緊張とか不安はもう感じない。
感じないですね。うん、楽しみしかないかも。3日しかないからね。ステージで緊張する表情減ったよね、特に MC してました。自分なんか MC ってどうやって決まってるのみたいな、台本がなんちゃらって言ってたけど、一人一人言うこと全部台本決まってるのっていう、こうなんか質問されたことがあるんですけど、あのユニットのところはみんなフリーで喋って、あとなんかスタッフさんお願いしますとか、あの今撮影した写真はとかはみんなあれなんですよ、決まってるみたいな、決まってる場所と決まってない場所があるみたいな感じなんですけど、まあフリーもその MC の前のフリーも、あの、まあ、今日はこういうトークテーマで行こうみたいなやつは決めるんですよ。でもスタジオ公演は切れた、スタジオはねそれも決めずに、もともとスタジオみんな喋れなかったので MC 力を高めていこうということで、ぶっつけ本番というか、うん、ね、公演中にあのなんて言った、崖に身を投じる気持ちでやってます。はい、それでは壇上見ます。13位マサジさん、12位ダダダダムドさん、11位デブニアンさん、10位長谷川さん、9位リョウスケさん、8位試験魔人さん、7位坪井ゆうすけさん、6位コモチンさん、5位マサさん、4位ギルスさん、3位ダンディさん、2位リュウセイさん、そして1位はドゥルルルンちゃん中原さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジちゃん、アモズさん、ありがとう、ありがとうございます。あと3日、ツアーまであと3日、頑張ります。皆さんありがとうございました。お楽しみに。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、ロバイツロコアスミッチ。また明日。